コーヒーに大量のミルクとシュガー、ニューヨークスタイル言われるさすが、あえてあえてが。おはようございます、津波南米チャンネルです。本日は朝からですね、本格アルゼンチンマテ茶に、挑戦ということで、先日アルゼンチンから帰国した友人から、現地のマテ茶が届いたので、そのマテ茶を入れていきたいと思います。本日も絶好のポカ日和となっておりまして、私はポカのユニフォームに身を包まれながらね、マテ茶の方チャレンジしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、シェルバーを入れたゴードが出来上がりました。さあ、そこにお湯を注いでまいりたいと思います。苦っ。思ったより苦いですね。これが南米の味か。メッシもスワレスも愛用する世界の味ですね。これは世界の味だ。なかなか渋いという茶葉本来の味を引き出しているかなり、健康的な
感じがする飲み物ですね。これは本当にたしなみというか、好きな人にしかわからない、深みや渋みがありますね。まあ、自分はこの友人からいただいたこのシェルバしか飲んだことないんでわからないですけど、アルゼンチンにはねスーパー行ったら70種類以上のマテ茶があるなっていう話を、飲み比べなんていうのもしてみたいと思いますし、いろんな飲み方があるんでね、まあ、渋みがちょっと苦手な人は、砂糖なんかも入れたりして飲むらしくて、まあ、蜂蜜混ぜたりとかもするらしくて、ちょっとそういったものにも、チャレンジしていきたいと思います。蜂蜜あるんでちょっと入れてみたいと思います。結構の量入れちゃいましたけど、どうなんですかね、これは飲み方として合ってるのか定かではありませんが、次出していきたいと思います。はい、このストローは基本的に動かしちゃいけないらしくて、しっかり固定して茶葉の山の中に埋もってます。今蜂蜜入れてちょっと馴染むまで時間あるかなと思って今馴染ませております。ちなみに蜂蜜を入れて、飲んで、その待て言葉というか、その蜂蜜を入れたマテに込める意味っていうのは、まあ、相手の女性の方ですね、まあ、男性、異性の方ですね、結婚してくださいねっていう、話も前回アルゼンチン紹介の時にしましたけど、今一人で蜂蜜やっちゃってますけどね、ちょっとその結婚してくださいのプロポーズの味チェックしていきたいと思います。うん、これはすごい口当たりがだいぶ良くなる。これうまっ。あ、すごい、このマテの渋みに蜂蜜のまろやかな甘みが絡まって、すごいあのなんていうんですかね、まろやかになって、すごいこう飲みやすさが増しましたね。これ僕これしかまだ試したことないですけど、これ結構おすすめなんじゃないですかね。すごい飲みやすい。うん、紅茶を飲んでるんでね、同じような感覚に、蜂蜜を入れた途端に、近づきますね。でもなんかマテ特有のこの茶葉のもう強み、渋み、茶葉の味の強さみたいなのがまだ残ってまして、シェルバのすごい、これはまたなんだろう、うまく言えないですね、こう上手に組み合わさってすごい飲みやすく、愛用しやすいんではないでしょうか、こちらの方が。はい、今回ね、南米現地から取り寄せというか、まあ友人にお願いして買ってきていただいたこの南米原産のシェルバ、茶葉ですね、マテ茶葉を、Amazon で購入したこのマテゴードとコンビニで、本格初チャレンジということで、津波チャレンジしましたけど、やっぱりねこのマテシェルバ本来の味をたしなむにはまだまだ経験が浅かったということで、今回は蜂蜜、混ぜさせていただいたんですけど、すごい、蜂蜜を混ぜたことによってまろやかになって、すごい飲みやすくなったんで、ちょっと今後はしばらくこのシェルバに慣れていくためにも少し蜂蜜とか、まあ、あと砂糖とかもねちょっと混ぜて、今後も、このマテ茶どんどん愛用して嗜好品としてやっていきたいと思います。ぜひ皆さんもね、
チャレンジする機会ありましたら、マテボード買って、Amazon とかでもねシェルバー取り寄せられるんで、ぜひチャレンジしてみてください。9月1日がマテ茶の日ということで、今回このマテ津波南米チャンネルマテ初チャレンジ企画ということで今回お送りしていきました。それでは、次の配信まで、アスタマニア、チャオ。スコア、いや、川崎サウサイ。